はい、基本一人です。いつもありがとうございます。10月5日、お昼前ですけどもね、ちょうど1時間ぐらい前にですね、今しげちゃんがね、昼間通ってる作業所ですね、そこから急に電話かかってきました。今日はね、しげちゃんそこの作業所通ってるんですけどね、どうやらね、なんかね、その作業所の看護師の方の意見なんですけどね、ちょっとね、飛び火の疑いがあるんで、お兄さん、どうしましょうということで電話かかってきました。まあね、今日はちょっとね、時間もあるもんですから、それじゃあということでですね、ちょっと皮膚科に連れて行きましょうということでですね、しげちゃんはね、ちょっとね、早めに お昼ご飯食べてもらってね、12時に迎えに行くということになりました。ということで、迎えに行ってきます。はい、12時半です。弟をね、作業所から、連れ出してですね、今スーパーの駐車場ですね。今日ね、3時半に、皮膚科の予約を、取りました。ちょっとね、2時間ちょっとぐらい、家で待機ということでね、家に連れてくることにしました。ですので、まあ、十分消毒なんかもやりながら、なるべくしげちゃんには触らないようにということでね、ちょっとね、家で、お菓子を食べながら、母親とね、3人で静かに過ごそうかなと思ってます。母親がね、しげちゃんと一緒にプリン食べたいということなんで、今からプリンを買って家に帰ります。こっちですね。これがちょっとね、疑いのあるところですね。今日はちょっとひげも濃いね。まあしょうがないね。こっち、ここでやんな。帰ってきたよ。しげちゃんに触らないようにね。ああ、本当だ。触らないように。はい、はい。ダメ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 。はい。触っちゃかん。いろいろ。はいはい。何？パジャマみたいなの着てるじゃん。パジャマじゃないよ、これ。ちょっともらっただね。誰かからもらった。そうだね。しましまのパンツ。ひどいね。ここね。うん。くり。お母さん買ってきたに。うん。あ、本当だ。もうちょっと後ね。ちょっともらうね。後でね。もうちょっとね。2時半ぐらいね。うん。3時になったら皮膚科連れてきて。うん。3時半の予約だで。うん。びっくり。こっちにびっくりしちゃう。こっちにびっくりしちゃう。お、小さな虫がぴょんぴょんぴょん。小さな虫がぴょん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 。あのね、今こうやってしげちゃんに触っちゃうかと思ったけどやめた。まだわからんでな。まあそんなに大した病気じゃないでな、飛び火は。映るには映るっちだけで、うん、ね、元気ですか？しげちゃん2週間ぶりだよ。なんで？そう、しげちゃんこれ食べてみるの？チャーハンの残り？うん、まあいいや。じゃあね、今日チャーハン作ったんですよ、うん、ね、それ食べて少し。あんまりたくさんくれてもいかんけど。一口で食べちゃおう。おいしいよ。お弁当プラス
お母さんの残りのチャーハン食べちゃう。ね。終わり。まあ、軽く茶碗一杯しかなかったでね。うん。飛び火、まだ分からんけどね、うん、何か。なんか俺一回飛び火ってなんか小学校の時に流行ってなんかなったような気がするんだよね、うん、学校で。あんなひどく広がらないよ、飛び火は。もっとこのぐらいとかちょこちょこちょこって。あんなひどくなる前に、あるじゃん、薬で治しちゃうだよ、いつも。かきむしるもんとしげちゃんの場合はひどくなるだよ、うん、普通の人はあんなかきむしらんもん、うん、なんか言ってるなっちゅう顔してる。結局自分で大きくするの。なんか言ってるなっつって。もうちょいこっち、もうちょいこっち出れる、うん、トイレはね行ったけど出なかった。出なかった。うん、うん、そんな格好してるとおとなしい匂いしてね。首上げてね。うん。今日はちょっと資源濃いだ。ね。うん。ひげぼうぼう。じっと休みな。ね。そこでゆっくりちょっと休んでいいよ。あれかな、作業所もお休みになっちゃうのかな、わからんけど。俺来たね。あ、そう、プリン出さない。もうちょっと前来て。どうなってる？はい、うん、乾いてるね。傷口に乾いてる。あるだね、サシも。サシ用意してる。はいはい、一応下げとくかな、二つ、うん。ね。立て続けに食べちゃうんで。シ、う、ゲ、ん、ちゃん、自分でやるで、自分でやるな。しげちゃん急に来るってことになったらプリンだって俺に言ったら、お母さんねプリンプリンって言ったもんで。買ってきたじゃん。しげちゃんが帰ってくるっちゅうとプリンっちゅうイメージあるね。うん、しげちゃんと一緒にプリン食べるっちゅうのが。今日はゆっくり食べるじゃん、しげちゃん。意外と。しげちゃん、今日元気があるよ。ん？しげちゃん、今日元気がある。元気ない？元気がある。ある。うん、台所で一言、プリン食べきなって言っただけで来るだもんで。うん。うん、聞いてて耳がいいもんで、しげちゃん。うん。もう一個食べる？くもう一個食べる。もう一個食べる。当たり前だね。お母さん、あと。うん。これは後に置いといてやるで。うん、これ。今もう、2時ちょっと過ぎたで、3時に出発するで、うん、3時前に、うん、3時前に、皮膚科に行かないからね。はいはいはい。しみちゃん、お茶飲むけ？
ご飯食べて起きたばっかだで。うん。水がいいかな。水。うん、水。水じっと。たくさんじゃなくてちっちゃい。さっきおしっこ出なかったけど、どうかな。ああ、壊れちゃった。これぐらいちょっと。うん、お茶入れる？ちょっとね、うん、じゃあ今やるで、うん、はい、しげちゃんのも用意するかね。しげちゃんのお茶、はい、勢いよく水で飲みっぷりでどれぐらい喉乾いてるかわかるかな。今日はそれほどでもないだろう。ああ、濃く出る。さあ、しげちゃん、ちょっと、もうちょっとお菓子食べるか。お菓子あげる。ね。せっかく来たで。お母さん欲しい？うん、それそれ。回りすぎる。もっとよく、ん？何？うん、まだこれ、まだ欲しいって何か。もっとお菓子よこせって言うだろう。うん。いいよ、あげるで。これ、食べたかないやろ、私。もっと？じゃあ、これは別で、またなんかちょっと。かりんとうでいいかね、じゃあ。かりんとうでいいの？かりんとう。結局カリン島だ。お母さん食べる。うん。一食。これ甘いでな、そうそう。これはさっき食べたでいいよ。しげちゃんに内緒でさっき食べた。見てる、ここずっと見てる、うん、これもいいや、これもしげちゃん甘いやつとしょっぱいやつちょうどいっぱい両方あると美味しいで、うん、食べるや。これは好きだな。うん、これは甘いもんだって。とてつもなく。これぐらい食べりゃいいだ。ね。うん。ね。お昼ご飯だって食べてるな。産業所で。飛び火じゃなくて皮膚病だね。うん、わからん。飛び火じゃないかもしれんし。何？向こう行くの？もう用ない。なんか、自分のこと言われてるもんで嫌だなと思ってるね。わからん。もういい。まあ、お菓子なくなったらもういいって。あ、向こう行く。今日活動的だね。今に至る。
はい、それはね、お薬だで。お薬を出して、なんか一生懸命なんか探いてるだかなんだか、久しぶりに家の中はあれだよ。見てるよ。元気があるだね。ね、いろいろ覗いてる。自分の部屋の、ものを。はい、自分でお布団かけな。お布団かけて。なかなかうまくいかん。1週間後にまたね、お昼ご飯食べに来る。はい。はい、診察終わりました。お薬が出ました。今午後4時ですけれどもね、飛び火でした。なんかね、そんなに重症というかね、ひどい病気じゃないんでね、なんか、先生の話もね、一週間後にね、治ったかどうかだか確認したいんで、来てくださいっていう感じの言い方なんでね。まあ一週間で普通、飲み薬とね、塗り薬があるらしいですけどもね。飲めば、治るそうです。ということでね、大したことないということで。あとね、共同でグループホームでシャワーとか使うんですけども、その辺もね、消毒とかした方がよろしいですかっていう話も聞いたらね、それも必要ないと。タオルだけね、強要しないように、していただければ、大丈夫ということなんでね。まあ、それほどひどい隔離も必要ないということなんで、まあ、よかったよかったということで。ということで、以上です。